こんにちは。今回は型紙なしの地形で、簡単に作れてとても履き心地の良いガウチョパンツの作り方をご紹介します。こちらは前にタックを取って簡単なポケットをつけてありますが、これは省略できます。で、簡単に、大きなサイズに変更して作ることができます。それでは作り方をご紹介します。ちょっとね、間が空いちゃったんですね。生地をちょっといろいろ検討してて、ガウチョで結構生地幅があるんで、落ち感がある生地がいいなと思っていろいろ見てたんですけど、手持ちがね、紬とかね、浴衣とか、張りがある生地が多くて、で、リンズを一回ちょっと、リンズの着物の長着をほどいて洗ってみたんですけどね、なんか幅が30センチぐらいに縮んじゃって、ちょっとダメかなと思って、でこれは道行きですね。道行きをほどきました。落ち感ありますね。留め袖の生地に似たような感じで、去年の生地ですね。でこれが道行きなので、前と後ろ、書いてない。こっちが前でこっちが後ろなんですけど、袖と、羽織じゃない、道行きの後ろが割れておりました。で、ここの、足す、脇布ですね。ここを、道行きの前の部分。ちょっとね、半幅より幅があったんですけれども、そこを17センチにカットしました。で、端の始末をしてあります。縫い代がミシンでこれ縫ってある部分があって、ちょっと縫い目が目立ったのでね、端は切り落としました。そのまま普通に、そうですね、着物だと前身ごろ、後ろ身ごろ、それから奥身とかで取ったりとか、あと袖と身ごろだけで身頃を半分に切ってとかでも取れると思います。で、今回半幅、真ん中半幅にしてますけれども、ウエストね、ダーツとタック取ってますけど、全くねこれ取らないと結構なウエストの幅になるんですよ。で、なのでその辺はね、それに簡単ですね。全くこうそういう処理をしないと簡単ですし、サイズ大きく作れますね。で、もっと大きくするには、ここのね、真ん中の幅を着物幅にしてしまえば、かなりもうめちゃめちゃ大きいのが作れます。で、ここも少し出す必要がありますけども、これ自分でご自分でメジャーで、こう、またぐりを測ってみて、プラスそれにゆとり5、6センチ足して、ちょっとね、合わせてみると良いと思います。すごく大きく作りたい方はですよ。で、ウエストベルトもね、そういう、一切小細工っていうか、ダーツとかね、タックとか入れない場合も、そのままこれを延長して、4センチぐらい延長して、4センチじゃない、もっとだ。6センチ、7センチ延長して、こう、折って作っても良いと思います。めちゃめちゃ簡単ですね。で、別にここポケットももうなしで良ければ、まあ、ただこのままもう同じ長さでカットして作ればよいと思います。今回はここをね、折って、ポケットを作っていこうと思います。もちろんこの長さがないって方は、同じ長さにカットして、ここにパッチポケットとしてね、貼っても良いと思います。で、大体のサイズなんですけれども、こっちが前ですね、前。前で、下の幅が7センチ、ここ、股の下。で、股がだいたい29。で、8センチのところで6センチ、6センチのタックを取ってます。で、長さは自由ですね。これ、84センチで上1センチ、3センチの縫い代を取ってますんで、だいたい長さが、ウエストベルトを除いて80センチになる計算です。これ、長かったらもうちょっと短くしても良いと思います。で、後ろは29、ここ後ろのお尻の上だけ1センチ足してますんで、ここだけちょっと注意してください。で、幅10センチ。で、ダーツを取ります。
この前前回ご紹介したバルーンパンツと同じような形ですね。でウエストベルトで、これが脇布です。でまず最初にポケットから作っ脇布のポケットから作っていくんですが、あ、ごめんなさい、一つ忘れてました。でこれ手縫いで作る場合はまたぐりの縫い代をもうあと5ミリだけ多くして、またぐりを縫った後に片方の縫い代を7ミリ幅ぐらいにカットして折り伏せ縫いにしていくと、手縫いでも作れると思います。あとこっちの半幅の片側が立ちっぱなしになってるので、脇布と履いた脇布じゃない後ろと履いた時に、後ろでも前でもいいですけど、履いた時にどちらか2枚一緒にしてね、手でかがっていけば良いと思います。あとはね、始末するところないのでそんなに大変じゃないと思います。そういった感じで手縫いでも作っていただけるかと思います。ではまず最初に脇布にポケットを作っていきます。この上からだいたい15から19センチで、19センチ19センチの印をつけてあるつけるんですけれども、15センチのところに19センチ、こんな感じでね折って、こうですね、静電気がちょっとありますね、こんな風にして折って、ここをねポケットにしていきます。こうですね。でここにステッチをかけますね。だいたい5ミリぐらいですかね。ステッチをかけて、で、脇をちょっと仮止めしておきます。5ミリぐらい、5ミリか7ミリぐらいでザッダッと縫っておきます。そうするとこうポケット状になりますね。で、下はもうそのまま縫わない感じです。で、この長さがない、方は、この状態で、ここにポケット、上端を縫ってポケットをつけて、下を縫って、同じように、こう、両脇を前布と後ろ布で合わせていけば、同じような感じで作れます。脇布のポケットを作りました。端にステッチをかけて、横を縫い留めてあるんですが、ここにギャザー、上に、ウエストにギャザーを寄せるので、少し、ポケットの端を浮かないように引っ張ってはみ出すようにして縫ってあります。こんな感じですね。次、後ろ身ごろのダーツを縫います。ダーツ19センチですね。この縫い止まりまで自然に最後消すようにして縫っていきます。その時に、最後は返し縫いしないで、糸を結んで中にダーツの中に引き入れていきます。このダーツを縫いました。返し縫いをしないで糸を残しておきます。これは何でしたっけ、前回のバルーンパンツの時にもご説明したんですが、最後糸をね通して結びます。ここで玉留めをします。で
で、このダーツの中に糸をくぐらせます。あんまり端から入れると表から見えますので、よく表側から確認しながら入れた方が良いかもしれません。だいたい2センチぐらいですかね。硬いですね、この生地ね。入れてちょっと表からも確認した方がいいですね。こんな見えちゃうんです。今針だからあれですけど、入れて糸を抜きます。で、余分はカットします。こんな感じですね。両方やります。で、次に前身ごろのタックを取ります。こんな感じで8センチのから2本タックを取って仮止めしていきます。ここ膨らみが気になるって方は10センチからそうですね、12センチぐらい、ここまでダーって縫って押さえておくとより広がりが気にならないかと思います。ウエスト周りのね、ウエスト腰周り、せっかくポケットもね少しね引っ張り気味にしたので、ここもね縫ってね押さえておいた方がすっきりすると思います。間を5センチ開けて3センチのタックを2本取りました。ここですね、3から5センチ開けました。で、長さを、13センチにしたので結構お腹周りがねすっきりすると思います。ポケットも押さえたのでね、いい感じだと思います。で、次に、前身ごろ脇布の後ろ身ごろを3枚縦に剥ぎ合わせていきます。前身ごろ脇布の後ろ身ごろを縫い合わせました。で、この時点で このウエストのねタックとかダーツとか自分に当てて、ご自分に当ててみてちょっと感じ違うなと、もうちょっとね広い方がいいな、狭い方がいいなっていうところで、この辺でまだ平らなうちに調整されておくと楽ですね。それから手縫いの方は、手縫いで作ってらっしゃる方はここで半幅の布端を身ごろ側と一緒にかがっておくと良いと思います。で、次にこのパンツの下を、また下を筒状に縫っていきます。あ、ちょっと言い忘れました。この下にちょうど股下に来る部分はね、なるべくこういうちょっと縫い目の跡とかね、あんまり見せたくない部分の方で立った方が良いですね。今頃言わないでって感じですけどね、もっと早く言ってよって感じですけど、股下を縫って縫い代を割りました。で、次に片方を表に返して1枚をもう1枚の中に入れていきます。またぐりを合わせて止めます。
で、この状態になったら、このまたぐり、前、後ろ。こっちが前ですね。こっち前、後ろ。必ず、ちょっと補強のためにね、2回、1回縫って、もう1回、縫っていきます。またぐりを2回縫って、端の始末をしました。で、最初の裁断の時に、ご説明したように、手縫いの方はこの縫い代 1.5 センチにしたものの片方を7ミリぐらいにカットして、それから半分もう長い方でこうやって半くるんで折って、でステッチをかけるっていう、あの折り伏せ縫いにされると綺麗だと思います。あとこのウエストのタックとかを取らないで、このここ延長してね、もうベルトと一緒にあのゴム通し口も作られる方はこの辺どっか前後にゴム通し口を開けておいてください。で次にウエストベルトをつけていきます。でこれあのもう再三再四、スカートも何点かもうパンツでもご説明しているので、ここではウエストベルトについては割愛させていただきます。ウエストを縫いました。でこの時にあのこれ結構あの黒留め袖のあの一腰ちりめんとかね、そういうのみたいに針通りが悪いんですね。でそういう場合ってあのこの上にそのままやっぱり縫ってしまうと、もうものすごい硬くなって縫いにくいので、このやっぱりウエストの端をそのまま耳で、落としミシンにした方が縫いやすいと思います。で次に裾を三つ折りにして仕上げていきます。裾を三つ折りにしてステッチをかけて、ウエストにゴムを入れました。これで出来上がりです。